はい、どうも皆さん、こんにちは、つるきでございます。今回はですね、PVP ランっていうゲームやっていきたいと思います。PVP ランっていうゲームは、TNT ランっていうゲームがね、昔、僕もやったことあるんですけど、動画でも出してるんですけどね。そちらの、これで殴り合いができるみたいな。前のやつはただ単に、押していく中を、そのブロックを、押していくブロックを、とりあえずね、やればわかるんでね、はい、やっていきましょう。はい。あれこれ。待って待って、普通の TNT ランじゃね？あれ？まあ、普通の TNT ランとの違いを、皆様にお知らせする、伝えるためにね、今回は普通の TNT ランからやっていきたいと思います。そういうね、比較的なやつもあんまやってる人なかったと思うんで。はい、で、これなんか結構、これはまだあれなんですけど、TNT ランじゃなかった PVP ランの方は新しいゲームらしいんでね、ぜひ皆さんもやってみてください。おっと、行き場所がなくなってきたぞ。やばいぞ。これ歩いた方がいいんだよね。よいしょ。おい。押した？押してないか。ほっ。まあ、慌てるんじゃない慌てるんじゃない。ここ旋回してね、ちょっと、しばらく、逃げます。なんで、おっ、ちょっとなくなってきた、なくなってきた。やばい。あ、やばい。はい、ブロックがね、ここも多いんで、まあ、ここも計算のうちですね。PVP ランのあれなのにTNT ランで激アツなんだけど激アツなんだけど、まあいっか。よし、いいぞ。もう、ああ危ない危ない危ない。お前ほんとにさっきからさ危ないって。あ、え、勝った。よっしゃよし、勝った。ウィーやりました。皆さん優勝しました。イエーイ。はい、というわけで、これが TNT ランってゲームですね。殴り合いがなしでひたすらそのブロックをヒュンってやるゲームです。下の方結構あったんだな。はい、ではね、次は TNT ランの方やっていきたいと思います。はい、では PVP ランの方やっていきたいと思います。説明は特にしません。下手なんでなんで見てもらえばわかるかなと思います。みんな最初は鉄装備着てます。最初っていうかもうずっと着てます。で、これはですね、一定の時間が経ったら殴り合えるっていうゲームです。正直殴り合うよりは芋ってた方がいいのかな。なんか皆さんのね、動画のコメントとか見てると、やってる人の動画のコメントですねとか見ると、イモってる方がいいんじゃないですかみたいな。はぁ落とされたんだが、やばい、来てる、行った。で、もちろん HP なくなったら終わりです。そこで試合終了です。なんでね、でもね、結構 PVP してる最中に落ちるっていうのが多いからね、なかなか。俺イモります イモります。うらっあ、危ない、危ない。PVP 怖いんだよね。PVP に集中しちゃうと、ほんとすぐ落ちるからね。やったことあるんですけど、さっき。やってたんですけどね。で、このゲームはね、人数が、今これ24人サーバーなんですけど、はめた！よし、死ね！あ、怖い！あ、落ちた。24人サーバーなんですけど、12人サーバーもあるんでね、そちらの方の方が、面白そう！そら面白さが伝わるのではないでしょうか。あぶねえ。おい、やめろって、図書館ブロックのやつ勘弁してくれって。めっちゃ落ちちゃったげ。どうしよう、こっちの方まだブロック多いから、まだねチャンスあります。それでまだあとジャンプも使ってないんでね。やべ、この下もあれじゃん。え、しかも下の方ブロックないんだけど。あっ、誰か来た。お、あぶねえ。よし、頼みろ。引き戦。また図書館のやつが来たんだけど図書館のやつ来たんだが、残りプレイヤー5人ですね。今のところキル数1 今の人教えちゃったな。よし、こっちの方行こう。で、こいつを、もうそろこいつ倒したい。怖い。おっしゃ、落とした。よっしゃ、来たでしょ。落ちてないじゃんお前。何、怖い。来るな。こちら、ケン様って。よしよっしゃ、うまくね俺 PVP ラン。何気に多分2回俺一人だよ。よしよし、来た。これで僕がミスらなければ多分入賞確定ですね。これ残り2人。よし、もう早く下のやつ落ちろって。勝負しに行っちゃってもいいんだけどさ、失敗したらワンチャンないからな。あっこにいるのか。そう、動画的に面白くなりたいんで今回戦いに行きます。落ちんだよ、まだ落ちんじゃねえぞ。こいつめっちゃ動くな。
めっちゃ動くな。こいつもう積んでね。あ、おっしゃ、勝った勝った、よし、あぶねあぶねあぶねよっしゃ、勝ったぜ。はい、GG。 はい、GG でした。やったね。あぶな、最後落ちちゃったけど、もう相手の方が先に落ちてくれたんで勝ちましたね。よかった。はい、というわけで今回 PVP ランと TNT ランやっていきました。まあね、どちらも結構面白いんでね、多分 PVP ランの方は12人サーバーでやったらさらに面白さが伝わると思います。どちらの方が PVP メインなんでね、24人サーバーになるとちょっと逃げれちゃったりとか居漏れたりとかするんで、まあ、おすすめは12人サーバーですけど、はい、ぜひやってみてください。というわけで最後まで見てくれた方、ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。